ルキウス・ウェルス、ルキウス・ケオニウス・コンモドス・ウェルス、ラテン語、ルーシャス・カヨニアス・コマダス・ベリス、130年12月15日から169年、は、ローマ帝国のネルーアイコール・アントニヌス朝の皇帝の一人で、マルクス・アウレリウス・アントニヌスと共に統治した、共同皇帝である、在位、161年から169年。二人は共に、アントニヌス・ピュスの養子となり、養父の死後に、 皇定位を継承した。一般には、ルキウス・ウェルスと呼ばれる。ウェルスの父ルキウス・アイリウス・カイサルは、ハドリアヌスの親戚であり、ハドリアヌスが最初に、後継者として考えた人物であった。母の名は、アウィディャ・プラウティアである。アイリウス・カイサルが138年に死亡すると、ハドリアヌスは、アントニヌス・ピウスを条件付きで、新しい後継者に指名した。条件とは、 アエリウスカイサルの維持である7歳のルキウス・ウェルスと、ハドリアノスの妻の遠籍であるマルクス・アウレリウスをアントニヌスが養子とすることであった。皇帝の養子として、ルキウスは配慮の行き届いた教育を受けた。ルキウスは優秀な学生であったと伝えられ、施作と弁論を好んだ。ルキウス・ウェルスは153年、政界に初めて登場した。154年には、執政官を務めたが、 これは、失政官の最低年齢とされる三十二歳を大幅に下回っていた。百六十一年には年長のマルクス・アウレリウスと共に再び失政官を務めた。この年にピウスが死去、マルクス・アウレリウスが皇帝の座を継ぎ、ウェルスは共同皇帝となった。二人の皇帝は同等な権利を持っていたが、実際の政務においてはマルクス・アウレリウスが 指導的な立場を握っていた。161年から166年にかけて、ウェルスはパルティア殿に従事した。遠征は一定の戦果を上げ、アルメニア王国を奪還し、さらにパルティアの大都市クテシフォンとセレウキアを一時、占領し、略奪した。ウェルスは恐れを知らぬ、指揮官として優れた将軍たちを配下に指導者として高い能力を発揮したと伝えられる。 同時代の証言は、人中でのウェルスの生活は辛いものではなかった子を伝えている。ウェルスは俳優や音楽家たちに囲まれ、絶えず共演や、その他の娯楽に興じていた。しかしこれは指揮官としてのウェルスの行動に影響せず、また陽気な雰囲気を人中に作ることで、かえって指揮をこぶしたと伝えられる。遠征を得たウェルスがローマに帰還すると、ローマは外線網を作って、 ウェルスを検証した。また、164年には、マルクス・アウレリウスの娘と結婚した。遠征の後、ウェルスは2年間をローマで過ごした。ウェルスは、ローマでも、協力的な生活を続け、友人を集めた夜通しの宴会や、戦車競争に熱中した。マルクス・アウレリウスはこれに苦言したが、政務においてはウェルスができることは、 ほとんどなく、ウェルスの協力的な生活はその公務には影響しなかった。168年春、ドナウ川に、ゲルマン系のアラマンニ族とマルコマンニ族が来襲した、パンノニア遠征。ウェルスはこれを迎え撃つために出陣した。マルコマンニ戦争は180年まで続いたが、ウェルスはその終末を知ることはなかった。169年1月、 ウェルスとマルクス・アウレリウスが冬を避けて戦場からローマに帰還する道中、ウェルスは食中毒の症状を呈して床につき数日後に死亡した。なお、ウェルスの死についてはいくつかの説がある。ヒストリア・アウグスタは、マルクス・アウレリウスが毒のついた豚の子宮をウェルスに食させて毒殺したとし、カッシウスでは、ウェルスが謀反を企んでいると考えた。 マルクス・アウレリウスによって毒殺されたと記している。ウェルスの遺体は、ローマに運ばれ、追悼のための協議会が行われた。葬儀の後、元老院はウェルスを神として祀ることを決議し、デイス・ベリス、ザ・ディヴァイン・ベリス・ディウス、ウェルス、シンクン・ウィルスの称号を与えた。一方、マルクス・アウレリウスはウェルスへの追悼コメントで、大変に怠慢であったウェルスが死去したことで、 自らが一から国家づくりを始めることができる、従来はウルスの功績と考えられてきたパルティアでの戦いは、自らが支持したものであると語ったため、マルクス・アウレリウスによるウェルスへの毒殺説が強まる、格好となり、この風評が広まるのを恐れたマルクス・アウレリアウスが、ウェルスの親族や関係者に多くの特権や報酬を与えたと伝わっている。ウェルスはつまる だとの間に一難二乗を設けたが、いずれも若字にしており、ウェルスの直系子孫は後世に伝わらなかった。なお、ルケッラは、ウェルスの死後、ティベリウス・クラウディウス・ポンペアヌス、125年から193年、68歳没、と再婚し、ティベリウス・クラウディウス・ポンペアヌス・クインティアヌス、70年から212年から217年の、間とルキウス・アウレリウス・コンモディス・ポンペアヌス、 アウレリアヌス・ポンペイアヌス、176年、177年から211年、212年、という二人の息子、ウェルスの子供のイフテイがいる。さらにルキウス・アウレリウス・コンモデス・ポンペイアヌスには、息子として、ルキウス・ティベリウス・クラウディウス・ポンペイアヌス、231年、コンスル就任と、クロディウス・ポンペイアヌス、241年、コンスル就任がいる。この二人は、 ルキーダの孫、ウェルスの子供たちの追いにあたる。このようにルキッダの直系子孫は少なくとも3世紀まで存続した。ウェルスの冒険子孫、ウェルスの姉の子孫も少なくとも3世紀まで存続している。ウェルスには一人の兄弟と二人の姉妹がいた。ゴルディアノス3世は、プライフェクトスプライトリオであるガエウスフリウスサビニウス、アクイラティメシテウスの娘フリアサビナトランクイリが 225年頃 -244 年以後と241年に結婚。一人娘フリア241年から父ゴルディアヌス三世が死去する244年の間に誕生。没年不詳を設けている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。